はい、どうも。今回は、僕が知っている2チャンネルの歴史みたいな部分についてですね。そうですね。インターネットは、多分ね、西暦2000年ぐらいで、インターネットはあるんだけど、みんなどこを何を見ていいかわからないような状態で、ふわふわしてて、Yahoo とかあったんですけど、で、掲示板とかもですね、あったんですけど、上級者が、書き込んでるのを一般の人は見るみたいな、書き込むなんてそんな恐れ多いみたいな状態だったのかなというところで、おそらくですけど、西村博之がジャンル別で掲示板をダーッとたくさん300個ぐらい作って、これは車についてですよ、これはニュースについてですよ、みたいな感じで分けてしたんですけど、それだけじゃですね、2チャンネルは流行らなかったんですよ。ですね、テレビのニュースでやってたんだけど、ネオ麦茶さんが僕もね、聞いても意味が分かんなかったんだけど、バスジャックをして、バスジャックの理由が、線が取れなかったから、ムカついてバスジャックをして、みんなを困らせてやろうと思ったって、テレビで言うわけですよ。線が取れないって。後々わかるんですけどね。で、テレビでじゃんじゃかにやったから、こういう掲示板があるんだよ。ああ、なんだか。こんないっぱい、ある程度使いやすいじゃないかっていうので、わーっと人が来て、一時的に流行りましたよっていうことがあったけど、もう廃れてしまってますよっていうことですね。今回のまとめは、もう廃れてしまってますよっていうまとめになります。以上です。